ちらがガチャの電車で、こちらがウィッシュで購入したやつですね。だいたい2倍ぐらいサイズ違いますかね。お疲れ様でございます。今回ね、こちらちょっとガチャのやつなんですけど、これね、動かないんですよ。これ今中古を買ったんで、壊れてて、あ、ここ壊れてるの知ってて買ったんですけど、これを今回ね、修理する動画、これをなんとかね、走らせたいんですよ。あれ、取れへん取れへん。これカチャって取れるんですけど、そうです、これね、普通の、これ多分マブチモーターですよね。マブチモーターがこれ接触してないかどうかわからないんですけどね、これをちょっと動かす、あ、修理動画、これを撮っていきたいなというふうに思います。はい、まずね、ここに電池を入れた時に、これですよ、 1.3V ぐらいですかね。ここのモーターまで来てるかどうかですね。それを測っていきましょうか。まずバッテリーがどうですか。これまず電池あるかどうかですね。これ 1.3V ありますね。 1.3V あって、これスイッチをこう入れた時に、これモーターで、あ、当たりにくいな。こことここですか。こことここに 1.3V 来てる。これは大丈夫か。ちょっと火開きましたけどね、動作テストで、まずこの 3V で、このモーターが動くかどうかを検証していきましょうか。これで動かへんかったらもう壊れてますよね。これなんかワーニングチクリップとか使ってくださいよ。分子は特別な訓練を受けてます。あれ動かんやん。動かん。じゃあモーターが悪い。なんかこれ、モーターがあかんの、モーターが壊れたんか。そういうことか。あ、いや、動いてる動いてる。3ボルトやったらやっぱ動きますよね。動いてる動いてる。やっぱこれ電圧が足りてないんですよね。定格、そもそもここに3ボルトって書いてるのに、この単4電池1本で動くわけない。ことは単4電池を昇圧して、その3ボルトに上げるか、もしくはこの 1.5 ボルトから動作するモーター。これ売ってるんですけどね、その二択ですよね。どちらかにしないとこの電車が動かない。じゃ最初から設計ミスやないか。それでは今回ね、昇圧する方法でやっていきましょうか。まずこの電車のこの電池の接触部分は残して、このスイッチが邪魔やな。このスイッチをこうスライドすることによってショートしてしまうんで、これをもう取ってしまいましょうか。ショートを避けるためにこれ取ってしまいます。あれ、逆や。これをもう外してしまいましょうか。あれ、外れん、折れそうや、爪が折れそうやな。カチッってな。よし、いけた。そしてこれをソケット部分は直接使うとして、そしてね、今回昇圧する回路はこちらです。違う動画でも紹介したと思うんですけどね、ダイソーの LED、この単4電池1本で昇圧して LED をつけるっていうのね、これ売ってたんですけど、その内部に実装されてるこの基板、この基板を使います。これいいんですよ。これね、 1.5V こうつなげるじゃないですか。そしてね、ここのスイッチを押すことによって、そうです、モーター動くんですよ。これ良くないですか。そして低速、中速、そしてストップ。くしゃみ出た。失礼しました。この基板を使っていきましょうか。あ、鼻がムズムズ、くしゃみが出そうや。花粉症。まずね、この通常の状態だったら、このモーターと、この電池のこの部分、これがね、くっついてるんですよ。これがショートしてしまう原因なんで、この鉄の部分、これをね、もう取り外してしまいます。そうです。ここからも分解ですよ。この部分を外してしまう。これ外れるんですか？ちょっとモーター一回取りましょうか。これを一回外してしまわないとね、改造できないね。あ、むずいな。ここカットしましょうか。これ外します。ずれへん。ここももともと溶かしてつけてあるみたいですね。だもうここ切断しないと取れないですね。はい、切断したところはカットします。はい、カット入りました。ハサミで切りましたんで、これを取り出していく。
そしてこれを外しますと。そしてね、この昇圧回路と一緒に、これについてた、この鉄の部分、これを使います。これをここに実装していく。あれ、どっちでした？バネの部分がこっちでした？これ入らへんのちゃうかな？こうしときましょうか。斜めったな。これは余ってる部品なんでも大丈夫ですね。いまいちやな。そしてマイナスの部分を、無理や。どんな形でした？これ加工しましょうか。こうなってたっていうことは、これのサイズに合わせて切りましょうか。適当に切りましょうか。こんなもんで切ったらダメですよ。あ、どっか飛んでいった。斜めったな、しかも。足で踏んだら大変なこと。で、これもここ入りますかね。入らへんのか。ちょっと待ってください。こうしましょうか。そして、ここにモーターをセットすると。ここでグリス塗っときましょうか。いや、まだ早いわ。まだグリスの段階ではない。それではちょっと配線していきましょうか。まずこの動作確認用のやつを外して、そしてこれも外しましょうか。この線も邪魔やな。一回全部外しましょうか。あれ、これ電池のプラスとマイナスがわからんようになる。これだけ残しましょう、一旦。そして、テープ欲しいな、これ。そうです。基板をね、挟むやつ持ってないんですよ。まだ買ってない。ここ厳しい。ここは厳しい。難しい。ショートするよ。はい。そしてこの黄色の線を使っていきましょうか。青の線短いですね。これはちょっと、ハンダゴテが。この線はちょっと変えましょうか。短い。青の線あったかな。おぉ、ハンダゴテ滑り落ちる。見つかりました。青の線見つかりました。タミヤのなんか工作キットについてましたね。この青の線を使いましょうか。被覆向きすぎたな。ちょっと長い。ちょっと切りましょうか。向きすぎた。これをですね、線をこうまとめて、この電車の天井につけましょうか。スイッチだけね、外に出してもいいんですけど、ちょっと基板を出したいんですよ。あれ？通らん。ここに、もともとスイッチの部分にこう穴が開いてるんで、こう線を通しますと。そしてこれを天井に実装していく。こうしましょうか。あ、なんか線がクロスしたな。赤と青がクロスした。これなんか次元爆弾で、最後赤と青を切るっていうくだりあるんですけどね。実際はもっと線ありますよ。そんなわけないやん。その赤と青の線2本しかないとか、2択なわけない。そして基板は後でビタガンか両面テープで固定するんで、一旦仮止めします。そしてこう通して、こっちにハンダ付けですよね。今もと赤の線、これ交換しましょうか。めっちゃ短いよ。止まって、これ、こっちはいいですけど、ここハンダするのめっちゃムズないですか？こんな隙間いけるかな？無理や、ここをやらんとあかんっていうことですよね。これ曲線どっちやろ？二分の一やな。二分の一でハンダ付けしましょうか。あとで逆向きに走ったらもうハンダ付けめんどくさいんでやりません。これいけます？こんなとこ行きます？一回やりましょうか。失敗しそうや。ください。集中させてください。今喋りませんよ、もう。ちょっと集中するんで。緊張してる。プラスチックに触れたらあかんやん。あかん。絶対あかんで、これ。絶対失敗する。静かに。あかん。いけた。奇跡的にいけた。ん？線ついてない。線がついてない。青の線ちょっと長いかな。もうちょい切りましょうか。これ逆がこのまま入るんですか？逆やったらどうしよう。あ、合ってますよね。赤の線が短いな。これ無理や。ちょっと赤の線も交換しましょうか。短い。絶対届かん。はい。ちょっと赤の線も短かったんで交換しました。そして、ここにハンダ付けしていく。よし。いけました。こ
これでハンダ付けの完了ですね。ここに GP を実装して、これで動くかどうかですよね。動作テストしましょうか。タイヤがはまってないな。ちょっと待ってください。タイヤだけはめましょうか。逆や。これがこっちやったか。あ、電池出てきよった。動くかどうかですよね。動いてる？なんか空回りしてる。何が起きた？ちょっと動作テストをいろいろ微調整しました。そしてこれ回るようになりました。ちゃんと回るように。これどっち向き？先頭車両が逆や。え、待って。モーター逆につけた。最悪や。配線が逆や。2分の1でつけた。これはもうこのまま片していきましょうか。モーターはハンダ付けし直さないんです。このチャンネルね、そういうとこありますよね。ここで線をしまっていく。ちょっと引っかかるな、やっぱ。線がギリギリなんでね。ストレスがかかってる線に。閉まらん。でもこれで、この速度調整ができるんですよ。これ良くないですか？ 3 段階切り替え。こうして、走る。完成した。1.5V で走るやん。ここ仮止めしといたんですけどね。ビタガンで固定していきましょうか。ホットボンドで固定します。はい、それではちょっと動作テストで動かしていきましょうか。これはね、ここライトはつく仕様で、そしてこっちです。今回作ったやつ。これを押していく。ああ、脱線した。行きましょう。遅い。もう一回押すと、中速。これが中速ですね。そうです。速度調整ができるのがいいですね。そしてもう一回押すと、止まると。こちらね、2017年ぐらいに売ってたガチャですね。各200円ミニモータートレインっていうこのシリーズ。これの電車を修理しました。修理しましたっていうか、最初からモーターがあかんかったんですけど、何ボルトのモーターに対してね、1.5 ボルトの電池だったらそれは動かないですよね。しかしこの昇圧する回路を実装した、これで動いていく。そうですね。低速は止まるな。で、中速。これね、やっぱスイッチだけをここに出して、この基板が中に実装できたらベストなんですけどね。それ以上で終わりましょうか。これ、ダイソーでね、この部分100円で買えますのでね、改造して遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ああ、ちょっと待ってくれ、レール。インサート取りました。これでいきます？これちょっとわかりにくいな。単三電池。これサムネにしましょうか。これをサムネとして使うかもしれないです。